誕生日、彼氏がチリから日本に来て、ビザがなくなって帰らなくなったら、チリチリ。誕生日なのに喧嘩をして、首を切って、真っ赤なケーキになったけど、彼は、おう、地元の故郷の色が、このケーキ、素晴らしいね、と言って、ニコ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 、って食べてきました。私のこの声がもっと、か細いなら、その時隣にいた人に言ったらなんか涙出てきて、あーこれ一番めんどくさいタイプのメンヘラだな。